どうも、ゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回はドライバーショットでスライスで OB が出てしまう方、OB をなくすための方法、これを皆さんに伝授していきたいと思います。スライスしても大きく曲げることなく、フェアウェイにボールを置くことはできます。距離を出すこともできます。それを皆さんに伝授していきたいと思います。私、三谷は4000名の方が通うスクールデッタンレッスンさせていただいています。本当に皆さんの頑張りには心が下がります。そして動画を見てくれている皆さん、感謝してます。皆さんのこのゴルフに対する思い、できるだけこの動画を通じて返せるように頑張っていきます。それでは早速いきたいと思います。スライスというのは右に曲がっていくボールですね。右打ちの人にとって。ですから、様々な原因があります。ただ、ボールを当たる瞬間で飛んでいく方向に対して右の回転、それがスライス回転といったりもします。ですから、こんな感じでグイーンと右に曲がっていくボールが出る。こんな感じですね。で、この右に曲がるボールが出るとボールは高く上がることが多いです。そして飛んでる時間も長い。まあ、人によっては初めからこんな感じで右に飛び出してしまう方も多く見受けられるんですが、このスライス、ボールが右に曲がるからといって全てがダメということではないんですね。スライスが悪いわけでは何でもないんです。ですが、ボールが高く上がって飛ばないとか、OB になるとか、そういうところでスライスは良くないというふうに思ってしまう方が多いんですが、そのたくさん曲がる、高く上がる、飛ばないということをスライスでもちゃんと改善することができます。それは低く打って前にボールを飛ばすということです。ですから、ボールを低く打つには少しボールの中に入れるんですね。真ん中に近いところで打っていく。そしてスライス回転になる人は少し外から入ってくるわけですが、そうするとダウンブローとまでは言わなくてもレベルブローぐらい、ちょうど下から上というよりも上から下に向かって当たるようなイメージ、こういう感じのショットですね。そうすると低くボールは打ち抜かれていきますので、ボールが前に前に前に飛んでいきます。これによってボールは距離が出ます。そして低く飛んでますので早めに地面に落ちます。飛んでる時間が長くても前に進んでいかなければ距離は出ませんが、前に前に前に進んでますので、それによって距離は出ながらも早く地面に落ちてもちゃんとボールは遠くまで飛んでいくということです。やることはたった一つ、ボールを普段よりも中に入れて普段通りのスイングをしていく。そうすると低く自分の打っていきたい方向にボールが落ちるということになります。スタンスの向きも打ちたい方向で構いません。特別左を向いたりすることはしなくても大丈夫です。左を向いてしまうとさらに左に打ってしまいますので、そうするともしかして左の OB になってしまう可能性が出てきますので、自分の打ちたい方向、まあ、フェアウェイの左サイドぐらいは狙っても構いませんが、スタンスの向きは特別変えずに、軌道がそもそもカットにアウトサイドインに入ってますので、ボールの出だしが初めから左になっていきます。なのでそのまま戻ってくるような球になっていきますので、ポイントは少し上から下に当たるような状態で打っていくためにボールを中に入れるということです。ボールの位置を変えないとやっぱりボールが上がってしまって右に吹けてしまいますので、ボールの位置を少し中に入れて、こんな感じのショットですね。対してスイングがアウトサイドインで左の肘が引けてしまうんですが、理想的なスイングに今瞬間的にはもしかしてなってないのかもしれません。ですがボールはちゃんとフェアウェイに残る、最悪でもちょっとラフにかかるぐらいのところでキープできますので、ぜひこのボールを少し中に入れて低く程度ボールを打っていく、スライスボールを打っていく、これをチャレンジしてやってみてください。自分のショットをしっかりと生かす、今自分ができることをそのままコースで発揮する、そういう感覚が大事です。劇的に瞬間的に変えることは非常に難しいので、まずできることからやっていただくのが大事かなと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。